田中絹代は、日本の女優、映画監督。本名同じ。旧芸名は、田中金華。黎明期から、日本映画界を支えた大スターであり、日本映画史を代表する大女優の一人。小津康二郎、御所平之助、溝口健二、成瀬美み夫、清水博士、木下圭介ら大物監督に徴用され、約260本の作品に出演した。 14歳で小竹に入社し、青春派スターとして人気を得て、小竹の看板女優となった。戦後は年齢を減るに従って演技派として成長し、脇役を演じることが多くなるも演熟した演技を見せ、晩年は、三田間八番召喚冒教の演技で、ベルリン国際映画祭、銀熊賞を受賞した。主な作品に、マダムと女房、愛禅カツラ、最一代女、 うげつ物語、煙突の見える場所、奈良山節子、弟など。また、映画監督としても6本の作品を残している。1909年11月29日、山口県下関市関屋土地村に、父、久米吉と母、安の四男四女の末娘として生まれる。母の実家、小林家は、下関の王子主で、海鮮丼屋を営んでいた。久米吉は、 そこの大番頭であったが、絹代が生まれた頃には、五福賞を営み、菓子屋を二十軒も持っていた。1912年1月に、久米吉は病死し、その後母は、富士氷製造業を営んでいたが、使用人に有金を持ち逃げされるなどの災難に遭い、一家の生活は徐々に安定していった。六歳の頃、母が共同出資していた実家の兄、小林康太郎の造船事業が、 次々と失敗したため両家とも倒産してしまう。1916年4月、下関市立高校尋常小学校に入学するが、はしかにかかり、ほとんど出席しないまま一学期を終えてしまう。さらに20歳の長兄、啓介が、兵役危機をして失踪したことで、一家は後ろ指を刺されることになり、さらに、経済事情が悪化。ついに一家の生活も行き詰まってしまい。 同年9月に、安太郎を後見人に、母と兄3人、姉1人と共に、大阪市天王寺村へ移住した。ところが、絹代は肺炎にかかり、学校へも通えず1年半、療養生活を送った。この間にケゴン滝で、等身自殺を図った事件が肺炎で死亡している。1918年4月、安太郎が、家庭教師になって、猛勉強したおかげで、 天皇寺神城小学校三連に編入される。幼い頃から琵琶を習っていた木の世は、畜前琵琶の宮崎金城に弟子入りし、1919年に免許を受けて田中金家の名をもらうが、授業中に琵琶の教本を読んでいたのが見つかり罰で皇帝に立たされ、旧友に笑われた、恥ずかしさと悔しさから学校を辞めてしまう。翌1920年。 金城が組織した美琶少女歌劇に加わり、楽天地の舞台に立つ。そのうち、楽天地にある映画館に出入りし、クリスマス美子主演の不ビ人奏に感激したり、子役の高尾光子に憧れるうちに映画女優を志す。絹代を美琶の師匠にと考えていた母に猛反対されるが、1923年に歌劇団が解散したこともあり。 安太郎の説得で女優になることを許可された。お嬢さん左から岡田時彦、田中、斉藤達夫1924年7月、兄が、松竹大阪支社で働いていた関係で面接を行い、8月に、松、竹下かも撮影所へ入社、母と二人で、京都に移住した。10月に、野村香るて監督の時代劇、原読所で、映画デビュー。 同作では、腰元役を演じたが、主演の劉作子と姿格好が似ていたため、同時に彼女の後ろ姿の大役もこなした。続いて、同年公開の清水博監督、村の牧場では早くも主役に抜擢された。1925年は、清水監督作品2作に助演後、6月の撮影所閉鎖によって、松竹蒲田撮影所に移籍。 島津康次郎監督の気活劇、勇敢なる恋で、中浜十三の妹役に抜擢され、以来島津監督の自然は裁く、お坊ちゃん、清水監督の妖刀、野村監督の空ボタンなどに、下町娘、村娘、お嬢さん、芸者など、うぶな娘役で出演、時に準主演級の役もついた。1927年、五所平之助監督の恥ずかしい夢で、 芸者役で主演し、出世作となる。同年7月に、役も栄美子、吉川智子、岡村文子、坂本武史、松井淳子、吉谷久夫、横尾で顔、渡辺敦子、石山隆嗣、高松英子、辰田静らと共に、巡幹部に昇格。翌1928年からは、牛原宇都彦監督、鈴木伝名主演の、彼と田園、伝言。 陸の王者などの青春映画で鈴木の相手役として出演。この年だけでも16本もの作品に出演し、早くも鎌田の大スター、栗島澄子に迫る人気スターとなり、1929年1月には幹部に昇進した。この年も、牛原、伝名とのトリオで、彼と人生、大都会労働編に出演したほか、小津安次郎監督の 大学は出たけれどでは可憐な娘を講演。明るく暖かく未来を見つめるという鎌田映画のシンボル的イメージを確立し、栗島を抜いて松竹鎌田の看板スターとなった。また、以前から恋愛関係にあった清水監督とは、1927年に木戸志郎の提案で試験結婚という形で結婚したが、1929年に離婚した。 1931年、五所監督による日本初の本格的陶器映画マダムと女房に主演。この作品は三吉三子主演で撮影が進んでいたが、彼女が恋愛事件で降板したため五所監督に口説かれ、下関の余まりを理由に渋るも五所の窮地に同情して出演し、その甘ったるい声で全国の映画ファンを魅了した。1932年、 野村監督の金色夜舎で、下鴨の大スター林長次郎と共演、二人による勘一、お宮で評判を呼び、どこの劇場も満員札止めの大盛況となるほどの人気作となった。他、御所監督、伊豆の踊り子、人生のお荷物、島津監督、春金賞おことと佐助などに主演していき、陶器時代も蒲田の看板スターとしてあり続けた。 1933年1月に大幹部待遇、1935年に大幹部となった。1936年1月15日に撮影所が鎌田から大船に移転してからも、小畜三馬ガラスの上原健、佐野修司・サブリ晋太を相手役として、次々と作品でヒロインを演じた。 特に1938年に上原と共演した野村博雅監督のメロドラマ、愛禅カツは空前の大ヒットを記録し、その後4本の続編が制作された。1940年には溝口健次監督の何話女に主演し、溝口監督の厳しい注文に応え、自らも演技に自信を深めた。お母さん右。左は、 香川京子戦後は引き続き小畜の看板女優として主役の座を守り続け、溝口監督の夜の女たちや小津監督の風の中の品形では汚れ役も演じた。1947年と1948年に毎日映画コンクール女優演技賞を受賞。1949年10月、日米親善施設として渡米へ。ベティ・レイビス、シルビア・シドニーラと会い、 ジョーン・クルフォードの撮影などを見学して、翌1950年1月19日に帰国した。出発時は豪華な古代物を使った子育て姿だったが、帰国時は茶と白のアフタヌーンドレスと毛皮のハーフコート、緑のサングラスにハワイ土産の霊をまとって登場。報道陣らには、ハローと一斉発し、銀座のパレードで投げキスを連発。 この姿と行為で都米を講演した毎日新聞社を除くメディアからアメリカかぶれと叩かれ一部のメディアからはアメション女優などと形容された。15を守る気丈な日本女性のイメージを確立していた国民的女優の突然の変身に敗戦に打ちひしがれ貧困の状態にあった国民は戸惑い同時に行き通りをかき立てることになり、 それ以降自殺を考えるほどのスランプに陥った。都米を機に小畜を退社していたが、帰国してまず最初に新東方で、小津監督の室方姉妹に出演することになり、同時に木下圭介監督の婚約指輪を撮影。公開は、撮影期間の都合で前者が8月、後者が7月となった。しかし、両作とも不評で、特に後者は御、三船敏郎と、 恋人役を演じたが、それが、老衆とまで酷評された。1951年には、映画雑誌、近代映画のスター人気投票の女優部門で10位以内にも、入らずトップスターの地位を失った。ファンレターが一通も来なくなったと漏らしていたという。1952年、田中と同じくスランプに会っていた溝野口監督による、最格一大女に、主演、ご天女中から、 様々な運命をたどり、ついには外傷となって、老衆をさらけ出すという女の一生を演じる。作品は、ベネツィア国際映画祭で、国際賞を受賞し、田中は、一世一代の名演を披露、女優として、完全復活を果たした。同時に、溝口もスランプから脱することに成功し、翌1953年には、同じコンビで、うげつ物語を、制作、 作品は、ベネツィア国際映画祭銀次施賞を受賞した。恋文をロケーション中の田中同年2月、庭文優原作の恋文で映画監督業へ進出することを発表。相談相手の成瀬幹オ監督の兄、妹に監督見習いとして加わり、成瀬監督自身から手ほどきを受けた。そして12月に恋文を公開、日本で2人目の女性監督の誕生となった。 1954年に、溝口の参照大部と噂の女に出演したが、同年7月に、監督2作目の月は上りぬの制作を、小津康二郎から推薦される。しかし、五社協定に加盟していない日活での制作のため、日本映画監督協会理事長である溝の口に反対される。田中は、小津の協力で映画を完成させたが、 これが原因で溝口との関係を疎遠なものにしてしまう。その後は主演作こそ少なくなるものの、ナルセ監督の流れる家白三四監督の異母兄弟などに重要な役で出演。1958年公開の木下監督、奈良山節公では自分の差し場4本を抜いて老婆を演じ、キネマ順法少女優勝を受賞。それ以降は脇役に回り、 小津監督の悲願家や市川根監督の弟などで母親役を講演。一方、映画監督としてはケ町マチ主演のルテンの王妃など5本発表している。1965年、黒沢明監督の赤ひげに出演した後、パーキンソン病にかかった兄の看護に専念し、仕事を断るようになった。1970年、四十号賞を受賞。同年に、 NHK 大河ドラマのもみの木は残ったに出演以降はテレビドラマにも活躍の場を広げ、全略、おふくろ様の主人公の母親役や連続テレビ、小説、雲の絨毯のナレーションなどで親しまれた。1974年、熊池監督の三打館八番召喚冒教で元からゆきさんの老婆を演じ、ベルリン国際映画祭最優秀女優賞や、 芸術編章文部大臣賞などを受賞した。1977年1月12日、脳腫瘍で順天堂病院に入院するが、3月21日午後2時15分に死去。67歳没。遺作は、テレビドラマ、全略おふくろ様。同年3月31日に、築地本願寺で映画放送人奏が行われ、また、重帝の小林正樹が、模種。 木戸史郎が葬儀委員長を務めた。約2000人ものファンが参列し、皆商工台の上に100円玉を置いていったという。法名は、下領院尺に絹香る。墓所は、下関市の下関中央霊園にあり、1979年の3回期に小林正樹によって、神奈川県鎌倉市の円楽寺にも墓が混流されて、分骨された。小林も、 同じ墓に納骨されている。1985年、小林により、毎日映画コンクールに、田中絹代賞が創設され、映画界の発展に貢献した女優に贈られることとなった。第1回受賞者は、吉永さゆり。1986年、新道兼人が、小説、田中絹代、週刊読売に連載され、翌1987年に、これを原作に、 一川根監督、吉永さゆり主演で映画女優として映画化された。2000年、キネマ旬報発表の20世紀の映画スターで著名人選出日本人女優部門で第5位、読者選出日本人女優部門で第4位にランクインされた。また、2014年には同志のオールタイムベスト日本映画男優、女優女優部門で第8位にランクインされている。 2009年生誕100周年となるこの年に上映会をはじめとする様々な催しが行われた。小竹は絹与生誕100周年を記念する木の100%プロジェクトとして作品の上映会、DVD 発売、CS 放送、ネット配信など各種イベントなどを開催。東京国立近代美術館フィルムセンターでは 9月4日から12月20日の約4ヶ月間わたって企画展、生誕100年映画女優、田中絹代で遺品や関連資料を展示。同館は10月6日から11月15日、11月17日から12月27日の約3ヶ月にわたって大規模な特集上映、生誕100年映画女優、田中絹代で出演作及び監督作。 K97 作品を上映した。第10回東京フィルメックス映画祭では、日